続いては練馬区からのお知らせ。男女が互いに人権を尊重し、一人一人が個性と能力を十分に発揮することができる社会、男女共同参画社会について考える練馬フォーラムが10月19日と11月16日の2日間開催します。今年度は映画グリーンブックを上映。1962年のニューヨーク、黒人の天才ピアニストと粗野なイタリア系の用心棒が差別の色濃い南部へコンサートツアーへ繰り出す。ぶつかり合いながらも人種差別を乗り越え変化していく2人の実話をもとにしたストーリーです。上映は10月19日が関区民ホールで、11月16日が障害学習センターです。入場は無料ですが、事前申し込みが必要になります。申し込み期間は10月4日まで。電話、ファックス、電子申請のいずれかでお申し込みください。応募者多数の場合は抽選になります。詳しくはホームページをご確認ください。